はい。第問4、電流の問題に入ります。えー、抵抗の大きさがわからない電熱線 A と、抵抗3オームの電熱線 B を使って、こういう情報は必ず後で使うので、丸などしておきましょう。えー、で、このような実験を行ったようです。で、実験1、電熱線 A の抵抗大きさを求めるために、えー、図のような回路を使って実験をして、このような結果が得られた。カッコ1番は、実験1の結果を回答用紙のグラフに表しなさい。 まあ普通何かしらひねりがあるものなのですが、この問題の場合はなかったですね。切れちゃって、これで大丈夫かな。0の時0。これ忘れないように。で、0.5の時0.25。0.25ですから、ここは0.3。0三と、点2と0.3のちょうど間、ここら辺に入れとけばいいです。で、1.0の時0.5。これはありますね。間が0.5だからここです。ちょっとごめん。見れない、見づらいね。 1.5の時0.75ここが0.7なので0.7と0.8の間です。ここ。で2の時に1。で2.5の時に1.25。ここが1.3なのでこの間ですで。採点基準としてはこの6つの点ここを忘れやすいうで1、2、3、4、5、6の点が入っていることと で、一番ね、えー、やっちゃうかなとしたら、ここで止めちゃうことね。だけど、これは、まっすぐな線で、ここまで、ここまで引かなければいけません。あと、まあ、点が、この辺の読み取りづらかった点が多少ずれても構いませんが、比例の関係、明らかにこの比例の関係が成り立っているので、 この線引きを使って作図しなければいけません原点を通る直線を作図しますそこら辺が採点基準になります